2月7日オランダオリンピック委員会スポーツ連合と江戸川区が連携し、パラスポーツ振興を目指すゲームチェンジャープロジェクトのイベントが区内各所で行われました。この取り組みはパラスポーツ先進国として知られるオランダがパラリンピックを前に行っている国際協力事業です。江戸川区はこの事業の参加自治体に選ばれ、アスリート派遣などの協力を受けながらパラスポーツの普及発展を目指しています。今回は車椅子バスケットボールのオランダ代表選手お二人を含む皆さんが区内各所で授業や交流を行いました。清新双葉小学校では車椅子バスケットボールの体験授業や交流が行われたほか、白鷺特別支援学校でも同様の授業が行われ、それぞれ代表選手の技を目の当たりにし、意見を交わす貴重な時間となっていました。また総合体育館では障害のある人にスポーツを楽しんでもらう方法をテーマにワークショップが行われ、スポーツ推進員をはじめとする地域の方が身の回りにあるもので運動する工夫などを体験しました。こちらには区内在住の車椅子陸上の中村選手と車椅子卓球の渡辺選手も参加し交流を深めていました。いよいよ来年は東京2020大会です。この機会を生かし区民みんなで区内のパラスポーツを盛り上げていきたいですね。